六角堂広場六角堂広場は、福岡県久留米市六津門町にある施設。当初、中心市街地の活性化を目的として、久留米市と株式会社ハイマート久留米が協力して、整備した広場であった。2016年4月の久留米シティプラザ完成とともに、同施設内の開放広場となった。この場所は、久留米市の中心市街地、六津門アーケードに隣接している。 円形イベント広場を中心として、無料休憩スペース、多目的トイレ、市民ギャラリー、サテライトスタジオ等があった。また商業施設、大陸食ロードには、カフェやラーメン、居酒屋など食事ができる店舗があった。名称の由来は、かつてこの広場の名前の由来となった、六角堂である。太平洋戦争後はこの地に置かれた街頭テレビに、 人が群がるなど街のシンボル広場であった。久留米市は火災により空き地となったため土地を買収し新たな六角道広場を整備した。その後、久留米ブルースフェスティバルをはじめ多くの音楽祭が開かれたり、ラーメンフェスタイン久留米、久留米焼き鳥日本一フェスタ、B1 グランプリなど多くのイベントが開催された。新たな再開発計画が立てられ、 クルメシティプラザの建設がスタート。これに伴い2013年3月末日をもって、旧六角堂広場が閉鎖された。放送している番組放送が終了した番組。ありがとうございます。